というわけで今日はモアナさんがやってきてくれました。モアナさん、今日は節分ですね。豆まきしますか？もう夜じゃん。そうだね。恵方巻き食べましたか？食べた。何味の恵方巻きでしたか？なんかいろいろ入ってた。かんぴょう巻きじゃなくて。それも入ってたかも。いいかもしれませんね。そしてモアナさん、2、3ヶ月かけてね、アフロを目指したんですけどね、結局またテディベアに戻ってしまうというね。頑張りましたね。やっぱ長いのと短いのちょっと違うな、随分雰囲気が。あれはあれで良かったんですけどね。まあまた気が向いたらやりましょうね、モアナさんね。では最後に家族の皆さんに何かコメントお願いします。モアナさん、私顔いいから何でも似合うの。まあ確かに似合うね。そして今日着てた洋服もね、ペコちゃんのお洋服で可愛かったですね。誰が買ってくるんですかね。私的にはかなりセンスのいいお洋服ですね。いい感じですよ。ああいうの好きなんですよね。前もなんかアメリカアーミーとか書いてあったりとかね、ああいうの好きなんだよな。いいですね。じゃあモアナさん、豆まき頑張ってください。以上、中継でした。